こんにちは、エポックタイムズの金丸信也です。今日のテーマは、中国経済を読み解く、言論統制は逆の指標です。中国経済の衰退は進む一方です。香港の株式市場や不動産も衰退が明らかになっています。そして中共は中国経済の問題についての言論統制を強化し始めました。これらの背景や意味するものは一体何でしょうか。本日はこの話題について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。本日の構成はこちらです。1、香港市場の惨状。2、日本の危機との違い。3、経済衰退発言は NG。以上3つのテーマに沿って進めてまいります。今日の動画を見終わった頃に、皆さんは深刻化する中国経済の状況について深く認識することになると思いますので、どうか最後まで動画をご覧ください。大紀元時報の総編集長郭君氏は、新唐人テレビの番組「政英論壇」で、香港のハンセン株価指数は現在1600ポイント余りで、1997年の水準に戻っていると指摘しました。2000年に香港証券取引所に新興企業向け市場、ジェム市場が設立されたとき、指数は1000ポイントで、ピーク時には1800ポイント以上まで上昇しました。現在はわずか20ポイントで、ほぼゼロと言えます。香港は現在、中国本土の経済と高度に統合されているため、外資が撤退し、香港の中産階級も逃げ出しています。その結果、香港市場の状況は非常に悪く、誰も買う勇気がなく、回復の兆しは見えていません。香港の不動産市場も厳しい状況にあります。中国本土ほどではないものの、住宅価格は下がり、売買があまり行われていません。人々は家を買うことをためらっています。現在、香港では、家を買う際に売り主が購入資金を貸してくれることもあり、また賃貸中の物件を買うことになった場合、すでに支払った賃料が購入費用に充てられるレントトゥバイという仕組みを使えることもあります。要するに売り主はさまざまな方法で家を売ろうとしています。香港周辺の住宅価格も下がり続けています。慶州市のダヤ湾では、以前は海が見える家は100万元、約2000万円以上しましたが、今では15万元、約300万円で買えるようになりました。これは1997年よりも低い価格です。珠海の近くの中山市では、以前は300万元、約6000万円以上した別荘が、今では50万元、約1000万円ほどで買えます。珠海や深圳も住宅価格が下がっています。また、世界的ベイエリアの東京、ニューヨーク、サンフランシスコを目標に、2019年に発展計画を発表したグレーターベイエリアといわれる香港、マカオ、広東省の9都市を結ぶベイエリアも、現在は全体的に住宅価格が下落しています。郭君氏は次のように述べています。最近、日本のある金融研究センターが報告書を発表し、中国の金融危機が迫っていると指摘している。私の見解では、危機が迫っているのではなく、すでに到来していると考えている。その報告書によると、中共政府は強力な財政能力を利用して、金融システムを維持しているが、遅くとも2027年までには金融危機が勃発すると予測している。私は日本のこの保守的な見方には賛同しないが、彼らの予測では金融危機が一度発生すれば、少なくとも8年から9年、あるいは10年続き、つまり回復には2035年以降までかかると指摘している。現在の中国の状況は、1991年以降の日本と似ている点がある。
中国の経済は本来日本の模倣で、対外的には輸出主導、対内的には産業統制で、金融では長期にわたり人為的に低い利率を保っている。現在の全体的な状況では、中国と90年代の日本は非常に似ており、資本のバブルが深刻で、金融機関のレバレッジが高すぎ、国民の借金比率が大きく、さらに輸出が後退し、アメリカとの貿易問題に直面している。しかし私の見方はこの報告書よりも悲観的だ。なぜなら中国と日本では基本的な現状は異なり、政治体制の構造も異なるからだ。共産国家の特徴は政策が強硬であることだ。そのため危機には強い。しかしその硬直さゆえに脆く、ある一線を越えると簡単に壊れやすい。東欧やソ連の歴史がそれを証明している。短期的にはさまざまな社会危機に耐えることができるが、耐えられなくなったとき、潮が引くように社会全体が突然崩れ去る。したがって中国と日本を比較すると、私は中国の現状の方がより危険だと考えている。中共が打ち出した景気対策は、中国経済の未来は明るいという中国経済光明論を唱えることです。今年の中共中央経済工作会議の主要施策の一つとなっています。中共国家安全部は、中国経済に関する発言は国家安全保障の範囲内のものだと何度も強調してきました。以前の国家安全部は控えめにしていましたが、今では国家安全部長の陳一新が表舞台に登場し、経済会議に直接出席しています。現在中国では、中国経済について良いことならば、どんなに誇張した自慢話でも、根拠のないデタラメを言っても構いません。しかし経済の悪い面を述べると、それは国家安全法違反となります。中共自体の専門家でさえ経済の悪化について言うことは許されていません。例えば中国人民大学資本金融研究院の院長で、民生銀行の取締役であり、証券法、企業国有資産法、証券投資基金法、先物取引法の起草メンバーの一人でもある劉貴邦氏が先日、一般人は当分株式市場に手を出すべきではない、リスクが大きすぎるからと発言しました。すると、その後、彼のウェイボーアカウントは閉鎖されました。郭君氏によると、中共政権の仕組みには多くの問題や欠点があり、最もおかしなことは、市場経済を行う一方で、言論統制を行い、言論を統一させていることだと言います。なぜなら、市場とは交易のことであり、誰かが買えば誰かが売るということです。この投資市場や投機市場では、好景気を見る人が買い、悲観する人が売る。これが取引の基本で、常識です。価格とは買い手と売り手のバランス点、つまり楽観と悲観の2つの観点のバランスです。価格はそのバランスによって決まります。もし全員が楽観的であれば、売る人がいなくなり、皆が買いたがるため、市場での取引は行われず、価格は急激に上昇し、取引は成立しません。このような言論統制は市場経済の基本原理に反しているのです。逆の場合も同じです。中国の株式市場を見ると、株式であれ、先物であれ、不動産であれ、最大の共通した特徴は、一方向に強く動く傾向です。上がるときは急激に上がりますが、下がるときは激しく急落します。変動幅が大きく、市場が非常に不安定です。これはまるで精神病的な感情の波のようなものです。この特徴の背景にあるのが言論統制です。中国の資本市場のリスクが高い主な理由の一つが、このような言論統制にあるのです。したがってこのような言論統制は、経済状況の逆の指標として聞いた方が良いでしょう。
宗教当局が人々に良いことだけを言うよう求めるとき、つまり皆が経済光明論ばかりを唱えるときは、経済が深刻な問題を抱えているのです。成長が非常に低いこと、投資が非常に少ないこと、財政収入が減少していることを意味します。反対に言論が自由になり、経済の問題を語ることが許され、批判することが許されるなら、経済が過熱しているサインです。長年にわたり中国の状況はこの2つの極端な状態の間で揺れ動いてきました。しかし今の状況は国の状態が癌の末期のようになっており、問題が全身に広がっているため、どんな小さな問題も国の安全を脅かすものとみなされています。これは中国経済が非常に深刻な危機に瀕しており、末期状態にあることを意味しています。皆さんはどう思いますか？宗教の実態がわかるにつれ、自由の大切さが身に染みてきませんか？言論統制される社会には問題があります。自由はとても大切なものです。しかし人々の心に隙があれば、そこにつけ込まれて自由は徐々に奪われていく。心の隙をなくしたいですね。さて新年となりまして、大紀元エポックタイムズのウェブサイトはデザインを一新いたしました。皆様ご覧いただけたでしょうか？まだ見ていないという方は概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひご覧ください。そしてぜひお願いしたいのですが、皆様のご感想や気づいたこと、ご要望など教えていただけないでしょうか？コメント欄に書いていただけますと幸いです。それから今日は皆さんがエポックタイムズに扱ってほしいと思う案件がある場合、どうすればよいかについてもお知らせいたします。大紀元エポックタイムズのウェブサイトのトップページにリクエストの窓口がございます。場所はメニューのヘルプです。これをクリックして、次にリクエストを送信をクリックしてください。入力フォームが表示されるので、ご自由にご利用ください。貴重な情報をお持ちの情報源の皆様もぜひご利用ください。それでは本日の動画は以上です。また次回お会いしましょう。The skill level is beyond anything imaginable. Significant training, tumbling, all of these things then coordinated together to just display the utmost in precision. This sharpness and the quickness and the movement coming and going, and then the scenery, the backdrop. Oh, I just love that. And their hands are so expressive in the way they use the props. You know, there's nothing like that in Western ballet. Very much admired. They were extraordinary artists. They were so together and they were so focused on the audience and what they were doing. To be that exact height with the exact same movement and the exact same pose at the exact same time is another level of precision. What comes from the soul you can't fake and you can't practice. It just is. And so I loved that they explained what the name means and that it's the divine being expressing through their soul. Sensations. It's amazing. It's amazing. I've not seen anything like that in the theater. Every one of those dancers could be a premier solo dancer, you know, here at the Colosseum. A first class show. And I think the wonderful you're doing is around the world. Thank you.